時刻は24時を回りましたこんばんは毎週木曜てっぺん回った頃にミッドナイトダブのお時間ですお相手は鳥羽休暇が務めさせていただきます、えー、この番組はうんたらかんたらどうたらこうたらなんやかんやで寝てくれのそんな感じのそれだったはずというふうに記憶しているのですが真相の方定かではないので えー、心して聞いていただければいいのかなというふうに思っております。まあちゃんと聞いてもどのみち大した話はしていません。さて <laughs> <laughs> まあ割と常日頃からねあの僕も自らのことをコミショウと称して言いますし、えーまあ、この界隈にコミショウが多いのは自明ですしまあさらに言ってしまえばまあね あの普段からちょいちょいあの人と話す様なんかがねあの目撃されてはあいつはどうしてあんなことを言ってしまうんだろうだとかああ戸惑っているなだとかそういった様をまあ皆様にもねあの見えるところでお送りしていることかと思いますのでえ僕自身がコミュ障だということに対してえまあ,あまり意を唱える人はいないんじゃないかなというふうに思っているんですけれどもまあ厄介ですよね喋るタイプのコミュ障 うんなんかね、黙ってればいいのにねっていうタイミングがこう、数えれば数えるほどね、<laughs> やっぱ片手で収まらないぐらいのミスを一日に犯しているなっていう雰囲気は感じているんですけれども。まあそれでいて僕が結構こう喋りたがりというか、まあね、人に対して色々言いたがりなところがあるのに対して、あの、逆に僕がじゃあ話しかけるタイミングっていうのは果たしてどれだけあったものかと。 それこそが人との適切な距離感なのではないかと推論を立てて観察しているとまあそんな機会は存在しない <laughs> いやまあまあまあその辺りに関してはまあ人によってというかある程度距離感とかにもよってまあおののの人との距離感の詰め方みたいなのもあるとは思うんですけどかなりこうえ個人差の出るところだったりはするのである程度致し方ないところではあるんですけどゼロってことはないだろうと思ってたんですけどなかなか意識して見てみると。 まあそんな機会はない <laughs>。<laughs> まあなんでしょうね。かねてより、なんかこう、理屈っぽくてなんか嫌だとか、話しかけんなオーラを出しているだとか、ね。なんかいろいろ言われてはきているものの。でもそう。話しかけんなオーラっていうやつが、なんかこう世に言われていることは知っていて、で、今までこう出しているんだなという雰囲気を出して、出されていたので、 じゃあ僕は出しているんだろうとは思っていたんですけど、じゃあその話しかけんなオーラっていうのは果たしてなんだと。君らさすがにその陶器みたいなやつは見えてないだろうと。なんなら僕もそんなものは出していないと。ってなった時に、じゃあそれは一体何なんだっていうことについて、えー、まあ気になりまして。でまあそういう発言をした人たちにはつぶさんにそう聞いて回っているんですよ。それっていうのは一体何だと。<laughs> 何を指してあなたは話しかけんなオーラと言っているんだと。で、 まあなんか機嫌悪そうな顔をしているだとかどこか遠くを見ているだとか目が合わないだとかまあシンプルにコミッションの特徴だなっていうところとポケットに手を突っ込んでいるそういう時っていうのはこういう心理状況でみたいな,なんかこうしゃらくせえことを言ってくるやつだとかなるほどなるほどとであればインターネットを介した途端に僕の身振り手振りっていうのはあのほとんど伝わらなくなるわけですよそれどころかある程度好意的な身振り手振りを 作り出して皆様にお見せすることさえできる。ってなった時に、今現在の僕から話しかけんなオーラは出ていないはずなんですよ。それらが本当に、なんだろうな、その話しかけんなオーラの正体であった場合。ただ、こう、なんだろうな、対面である場合と、えー、インターネットを介した場合、あと、まあ、なんだろうな、休暇ちゃんとしての立ち居振る舞いがあった場合で、どの場合においても、 僕の扱いっていうのは、まあ、周囲の人から特に変わるものではなかったんですね。このことから分かることっていうのは話しかけんなオーラの正体は、えー、少なくともその手の、えー、外見的な特徴だとか身振り手振りだとか身振り手振りっていうかまあそうですね、えー、その場で読み取れるような感じのそれではなくて何かしらの積み重ねだとか、えー、そもそものキャラクター性だとかそういったところにあるのであってまあ その人たちは全員嘘をついていた、あるいは、えー、自らの感覚、なんだろう、判断の基準について、えー、あまり理解していなかった、まあ、あるいは理解していたとて、えー、本人に対して面と向かって言うような、えー、なんだろうな、ある種の愚行を行わなかったっていう、<laughs> すごい賢い人の可能性っていうのが出てくるわけで、うーん、めんどくさっていう、そういうとこなんですけど、話しかけんなオーラ、まあ、感じ取ったことは、 ないんですよ今話しかけたらいけないんだろうなっていうのはその何だろうな何かしら「ああ今電話中ね」だとか「ああ今他の人と話しているね」だとか「あ,あなんか今何かに集中しているな」だとかそういったものはまあある程度見て取った上でこっちも事情を組んで、まあ、話しかけちゃいけないんだろうなと感じることはあってもその漠然とした話しかけんなオーラみたいなのを感じたことがないので何を言ってるのか今のところ全然理解できてないんですよ。ただ ただですよ周囲の反応が「話しかけんなオーラ」が出ていると言われていた頃と今,今で何も変わっていないということは僕は今も話しかけんなオーラを出し続けているんですよ。なんせそれについて自覚していないのだから <laughs>。ってなった時にまあそれは人を集める。 っていうことをある程度目的としている以上あってはならないことなのではっていうまあね個々の存在みたいなそれに憧れてみてもいいんですけどなんか別にそういうつもりもあんまりないので全然気軽に話しかけてくれて構わないんだぞっていうだぜっていう雰囲気を出していってほしくってあそ,れはそこがね一体何なのかっていうのを改めて考えてみたんですけどまあおそらく僕のたどり着いた結論として重要なのは 話しかけた時に何、えー、だろうな面白いかどうかまずこれ大事じゃないですか話しかけてその何だろうな毒にも薬にもならないようなマジでつまんないいつもの一言が返ってくるやつって話しかけにいかないじゃないですかただじゃあ僕がそれをやっているかというと、まあ、若干やっている節がないっていうかまあ誰でもやらないってことはないと思うんですけどそこまで外れ率が高いつもりっていうのはあんまりなくてあんまりな,なんか自信なくなってきたわ <laughs> <laughs> まあ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 じゃあそこはないとして一旦考えるのに邪魔なのでないとしてじゃあ次にうむなんか面白いことは言ってそうだけど言ってることがわからないこれだと思うんですよね。<laughs> あるいは面白くもないけどすごい厄介なことを言い続けているうんなんか後者2つに当てはまっているような気がしていてでじゃあそれを直そう って思った時に今やっているこれでさえあのそれはやるべきではない行為になってくるんですよね。というかまあある程度こう誰からも疲れようと思ったらそのどちらかというと情報は出さずに <laughs> なんかこう人当たりのいいことをこう1日23言って、ね、盛大に宣伝だけしていると多分その、まあ、ある種の理想の形に持っていくことができるんじゃないかなというふうに思ってはいるんですけれども。 ま、今現在こういうことをやってしまっているっていう実績がある以上もはやそれは取り返しのつかないことで僕はこれからも話しかけんなオーラの類い、まあ、それが一体何なのか僕には分かっていないものの、まあ、分からない限りは出し続けることしかできないんだろうなということで、はい、今日も京都で、ええまあ、なんやかんやお友達とかで,で,できてるし <laughs> すごいですよね。あのと友達とかいるし言うほどコミショじゃないしっていうのってもう本当にコミショのやつしか言わないやつですもんね。なんかなんだろうすごいなんかこう皮肉が効いているというか <laughs> 運命のいたずらみたいなことを言ってもいいんですけどなんか言葉が適切じゃなかった気がするのであの今のは忘れてください僕が恥ずかしくなるだけなので。まあ、まあまあ、まあ 最終的にはこう別にコミュ障だろうと何だろうと、ね、ある程度こう価値があったりすると人は寄ってくるのであんまり関係ないといえば関係ないんですけどねまあファーストインプレッションの人当たりが良ければ、まあ、そりゃ定着はしやすいわなっていうそういうところで、まあ、そういう意味で考えると挨拶って実は大事なんじゃないのかみたいなところになってきて、えー、毎度のごとく「おはようございます鳥羽清香と申します」で始まるのはやや硬い。<laughs> <laughs> 若干の威圧感があるんじゃないかというふうな、えー、まあなんだろうな僕の分析なんかもありつつまあ別にそれが何ってこともないので。はい、っていう、まあ、冒頭からここまで、えー、10分近く話してきた内容、まあ、全て、えーまあ、言うなればそのなんだろうななんだ虚言虚言別に嘘は言ってないけどな嘘は言ってないから虚言ではないのか妄言空想の類だよなうん。 なんか奇、まあ、弁とかにまとまっていたらいいんですけどなんかこう別にそういう事実的な部分を介して行っていた何かでもないので全部奇弁,弁ではないんですけどまあシンプルに盲 <laughs> 言上ごとの類でして、はい、まあただなんかこうねそうしてなんか予防線を張っておくことによってこういろいろ楽になるというかなんだろうな。 ダメなことを言った時の切り返しとして全部嘘っていう <laughs>、しらじらしい、そんなことってあるかなっていうような方向での、なんだろうな、切り返しが可能になっていて、この話し方、個人的にとても気に入っているんですけど、なんかこう、多分これって、えー、人からはすごい嫌われる話し方で、どちらかというと、その、ね、<laughs> まあ少年漫画とかの影響なのかもしれないですけど本当のことを言ってくれないやつってすごい嫌なやつなんですよ <laughs>。でね、じゃあやーっとなんかこう矛盾とかを捕まえて尻尾つかんでやったぞみたいな顔をすると全部嘘だから気にしないでねって言って逃げていくっていう、まあ、うーん、やっぱなんかこう人に好かれる動きには到底思えないんですよね。何がそうさせるのかっていう感じではあるんですけど。まあでも楽ではあるんですよね。こう ある程度こう、何を言っても、まあ、僕は何も考えていないっていうことはもう周知の事実で。で、そちらがどう受け取ろうと僕としては特に気にするものでもないしっていうところにちゃんと落ち着くんですよ。全部嘘だと <laughs>。まあ全部が全部嘘とも言ってないですし、まあ、なんだろうな。若干ね、感情が乗っているところとかはね、まあ、 実際のことを言っているんじゃないかという説が有力ですしその感情さえも嘘だったってなると、えー、人は離れていくぞっていうそういうところなんですけどマジで何の話をしているかさっぱりわからない今日なんですけど今回に関してはもうどうしようねなんか思い返してちょっと恥ずかしくなってきちゃったんでなんかもっとしょうもない話で上書きをしなければならないというふうに考えていてうーんそうだな そう。なんか、旧正月の話をした時とかに、多分、し忘れた話があって、僕ってめちゃくちゃお酒に弱いのですよ。お酒に弱いっていうのは、もうお酒に目がないとかじゃなくて、もうシンプルにお酒の毒性にやられてしまうのですよ。<laughs> だいたい、こう、コップ一杯も、なんだろうな。全然なんか7、7%とか5%とかで、コップ一杯あったら、わ、わあ、あ,あ、マイクのケーブル、マイクのケーブルに触ってしまった。ひ、ひー、 今ので僕が話をするときに手をこねこねろくろを回していることがバレてしまう <laughs>。<laughs> はい。ね。こう意味のないジェスチャーとかをじゃあ一旦やめましょうか。なんか恥ずかしいので。ブチってなっちゃったし今多分。<laughs> わーじゃないのよ <laughs>。ま,まあまあまあそんなことはともかくとして。まあ、やっぱりそのね、なんかこう。 アルコールをじゃあはいあなた方飲んでいいですよっていうタイミングになった時にまあなんだろうな今までできなかったことができるようになったっていうタイミングであればまあなんだろう知らないまま放っておいても別に困るものではないとは思うんですけどまあなんだろううーんまあ試してみようっていう感情は湧いてくるわけじゃないですかでなんだろうなまあコンビニとかですよね缶中イとか買って飲んでみてで飲みやすいジュースみたいなもん あとはなんだ美味しいだとかそういった風評を聞いていたのにもかかわらずそこにあるのは純然たる毒の味 <laughs> あ。あこれ実験室のやつって。で、なんならそれさえ除いてしまえばちゃんとジュースなんですよ。あの味は。缶中配とかの類ってね。ってなるとあれやっぱジュース飲んだ方がよくねっていう結論に当然なるわけでこう世の人たちが アルカホールなんてものに溺れていくさまっていうのが全く理解できなくなってしまった瞬間ではあるんですけどまあとはいえとはいえなんかこうはい酒を飲む集まりですとか言われた時にまあ毒の味がするなと思いながらも真っ赤になりながらもまあ飲めなくはないのでまあしょうがない場に合わせて飲んでおくかと僕のなんだろうなけなしの社会性がそういうところに出てきてまあちょいちょい飲む機会はあるんですけどうーん 未だにやっぱ分かんんないんですよね楽しいかなそう思っていた矢先きですよと言ってもまあだから本当にお酒飲み始めぐらいの時期ですよねまあなんかこう一人ぐらいはいるものじゃないですか身の回りになんかこうお酒についてのうんちくとかにやたら詳しくてまあ家に行けば瓶の数本ぐらいは置いてあってでまあそこそこ人に飲ませることも好きみたいな類の生き物 で、ね、そやつと僕も、まあ、そんなに仲が悪いわけでもなかったので、ね、こう、お酒を飲む機会みたいなのがあったんですけど、なんかこう、ある程度酔いが回って、こう、まあ、僕としても、こう、見た目的には、こう、何、頬が好調したりだとか、えー、何、血圧が下がったりだとか、<laughs> そういうなんかこう、 生理現象的な部分で、あ、完全にこいつは酔いが回っておられますわ、みたいな感じの事態が起きた時であっても、こう、言動が、若干なんかこう、疲れているし、若干、笑う、笑いの沸点は低くなっているような気もするが、ほとんど変わらないと。ってなった時に、お酒は理性をなくすみたいな話があるじゃないですか、その手の話ってやっぱされがちなんですけど、お前には鼻から理性のようなものを感じたことがないと。 いうことを言われましてなるほどとあええとあ <laughs> えまず重要なのが、まあ、僕が確かに理性っていうものに対しての理解がその時点ではかなり浅かったこと <laughs> じゃあ理性っていうのは僕のどの部分を指しているんだっていうのは確かに分からないかったのでないって言われたらもしかしたらないのかと思ってしまったそこがまず敗因ではあって、うん、勝ち負けの話はしてないんですけど <laughs> もう一つに、そのじゃあ理性とかっていうものが何ぞやっていうのを分かっている人たちがその理性のタガを外すためにアルコールの力を借りてえー、っと、何だろうな、思考力を下げることによって理性っていうものを取っ払っているみたいな話を聞いた上で、えっと、僕何も考えてないと思われてるのかなって <laughs>。で、たとえ理性みたいなものがあったとて、 お前のは役に立ってないみたいな話なわけじゃないですか。これってつまりめちゃくちゃ失礼なことが言われてるんですよ <laughs>。えっと <laughs> じ。じゃあ、じゃ、じゃ、じゃあ、僕は何、何って。うん。まあ、道理でお酒なんて飲んでも楽しくないわけだなと。まあ、その場ではね、やっぱり納得してしまうわけですよ。アルカホールも入っていての、思考もそんなに回っていないので。の <No. S 1>、え理性、ないないんだ。いやー、今思えばね、 僕ほどに理性的な生き物なんてそう多くはいないわけですよ。いや、ちょっとその点について、あの皆様がどう思うかどう,どう思うかというところは、あの僕の知る由もないところなので、あれなんですけど、僕ほどに理性的な生き物はいないと僕は自負して生きているので、<laughs> <laughs> ちょっと、まあ、逆に、逆にですよ、あのアルコアルカホール程度であの僕の理性のタガを外すことはできなかった。 っていう方向で考えた方がまだ納得がいくぐらいには理性の塊なのですよ。僕は理性でできているのですよ。主成分理性です。<laughs> 狂気とかなんかそういうのあのあんまり持ち合わせがなくてねあのめちゃめちゃ一般的な判断ができるし、えー、普通の権ンとして生きているので、えー、まあそのあたり踏まえた上で、えー、考えてみるとやっぱり僕は理性の権ンなんですよね。<laughs> でやっぱりその理性の塊から理性を外したら何も残らなくなるっていうところもあって理性が残った結果としてお前は普段と変わらないから理性がないんだなうんこれでどうでしょうこういうことにしておくことによって、えーまあ、僕の理性は担保されたということになってくるのかなと思うんですけれども、まあ、それはそれとしてあのー、なんだろうな頬は好調し思考力は低下し、えー、血圧は下がり <laughs> 頭痛吐き気めまい等々えー あとなんだろうね。お酒による毒、お酒の、アルカホールの毒性によって引き起こされる症状、ありとあらゆる、が、まあ、発症発症違うな。なんか、発言しまして。<laughs> ね。もう全然なんかこう、2杯ぐらいでその場で食べていたものを全て吐き出してしまうぐらいの気分ではあるんですよ。<laughs> まあ、それでもね、あの、 お酒を飲む機会っていうのはある程度避けられないところにあるというか、まあ、僕もこういう性格ですので <laughs> ああ君らは飲むんだじゃあ僕も飲むけど君は飲まないの逆にっていうなんで途中で強くななんか上からなんかお前飲まないのみたいな言い出したのか全然わからないところではあるんですけどそういうことをやるので <laughs> まあちょいちょいねあのああこいつは あ楽しそうにお酒を飲みながらおしゃべりをしているなという様をね皆様にお見せしていることもあるかとは思うんですけどその裏では必ず吐いているということをね決して忘れないでくれるとあの僕の哀れさみたいなやつがはい皆様にも伝わるのかなということが愚かしいよな毒飲んで楽しいって言って <laughs> で酒飲み全員を今敵に回したんですけどあの人たちはあの吐いたりしてもそれを差し引きプラスと捉えることができるぐらいには楽しんでいるからいいんですよ <laughs>。 かといって、じゃあ僕はそこまで楽しめているかというと、お酒そのものについては大して楽しめていない。ただ、酒を飲んで、えー、理性がなくなったと勘違いしている人々を見るのはそれなりに好きなので、お酒を飲む場には割といるし、えー、まあその場で飲まないのも不自然なので、それなりに飲むと。<laughs> そういうことだと思っていただくことはできないでしょうか。ね。 あの、今までの流れだと僕をお酒、僕はお酒を飲むのがめちゃくちゃ嫌いなんじゃないかというふうに見えていると思うんですけど、別に好きとか嫌いとかじゃないんですよ。シンプルに飲むと体調が悪くなるっていうだけで。<laughs> その行為そのものに関しては、えー、好きも嫌いもないということで、はい。なんか、飲酒を。 しないとこんなことできないいいととととこここんででききぜっていうことをやるにはですねあの別に僕はシラフで全然行っても構わないんですけど場、えー、の空気的にお酒を飲まざるを得ないという覚悟を勝手に決めてきて、えー、ウイスキーとか飲んでると思うので <laughs> 全然もうロックで傾けているのではま、い、きなんかも添えていると思うので、はい、<laughs> すごいじゃんマフィアのボスみたいになってるじゃん格好以外はね格好はもう全然あの下っ端のチンピラですからね <laughs> 下っ端のチンピラなんだよな、僕の格好。よくよく考えなくても。パッと見の印象で下っ端のチンピラなんだよな。な、なんでこうなってるのか全然わからないけれども、僕の好みとして、そういう服を着ているんだから、それは,おは、お前はお前の性根が下っ端のチンピラなのではなかろうか。一理あるなぁ。一部も否定できないなぁ。 そうか僕は下っ端のチンピラだったのかそう考えるとこのあれですよね妙に早口で急に高くなったり下がったりする、えー、こういう喋り方なんかもある種その感情の高ぶり方なんかも含めて割合下っ端のチンピラ味が強いというかこいつなんかこうね序盤で小賢しいことやってくるけど主人公の力押しの前に吹き飛ばされるタイプの敵なんですよねなんか僕が僕ががこう あくまで僕がこううな、ん、なんだろうなある種その主観視点しか持ちえない本人の立場から客観的に見た時の印象として下っ端なんですよこいつ <laughs> 下っ端じゃないにしても3下なんですよ <laughs> 声弱そうだしなねだからなんかこうそういうところまで込みで考えるとこう今までのこうなんだろうな妙にこう何かから 逃げ回っている様だとかあの中途半端に悩んだ結果として結論は先延ばしにしていく様だとかある種もしかしてその下っ端のチンピラっていうパーソナリティを考えた上で見ていくと一貫した何かが見えてくる可能性があってすごい嫌ですね。 僕自身あの僕のことを下っ端のチンピラだとあんまり思いたくはないので実実際のところどうであったとしてもね <laughs> でもそうなんだよな完全にあーやってしまっているなこれは3下ムーブが板についている体から離れないんだよないやなんとかしてこういい感じにだから3下がどうやったら3、えー、下以外になることができるのかっていうところをまず考えるべきで 三流野郎が急急に急にってことは多分ないんですよ何かしらのプロセスを踏んでるんですよ。ってなった時にまあ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 でもこう世の中にはあの物語的な話にはなってしまうような気がするんですけれどもそのある程度その何だろうな、えー、雑魚化すみたいな立場からこうまあまあまあ物語終盤においては一定数の人々が。 その存在について認知した上で、えー、実力についてもそれなりに認めている立ち回りについてもまあある程度、まあ、初期からは変わっただろうっていう生き物は、まあ、存在しているはずでで、まあ、それに倣うのだとすれば僕のやるべきことは大きな挫折主人公への敗北ですよねまず <laughs> 一旦主人公に負けないとそういうやつら絶対改心しないんでまずそこですよね。<laughs> そのプロセスを踏んだ上で何かしらこうなんだろうなまあそのまま吹き飛ばされるにしても何だろうなその場で何かしらの何だろう主人公との対話対話というかそのえやり取りの中で何かしらに気づくにしてもその終わった後かそのさなかに何かしらの気づきを持たなければならないわけですよ。でその気づきを踏まえた上で何かしらこうえそうだな まあわかりやすく言っちゃうと修行みたいなのがあった上で再登場するとなんか君前会った時よりマシな顔してんじゃんっていうところになってくると思うので <laughs> <laughs> 主人公が三下くせえなこれ <laughs> ねまあそういうことなのでまずは僕は三下を脱却するためにえこの世界における主人公を探し出してえそいつに そいつに向かってまず一度玉砕しに行かなければならないっていう、えー、マイルストーンができました。<laughs> たった今。そういうことですので。はい。あ、こいつなんかこう、主人公くせえな。あ、つしいな。嫌だなっていうことがあったら、あの、僕に教えてください。そこに向かっていきますので。<laughs> で、まあ、えー、っと、これの良くないところというか欠点があるとすれば、あの、 僕がどうこうなったところでその主人公君には一切何の得もないわけですよ。ただただこうめんどくさいやつが食ってかかってきて、えー、勝手に吹き飛んでいくっていう謎のイベント序盤以外では何にも生むことのないイベントですのでなんならこう中盤とかでちょいちょいなんだろうな、えー、食ってかかってくるサンスターなんていうのはどちらかというともうギャグ要因にしかなりえない中盤に現れて突然こう終盤に。 復活してみたいなことってあんまりないので本当に最初版一番最初である必要があるんですよねそいつに出会うそいつに出会う一番最初の悪人が僕である必要があるんですよ <laughs> <laughs> まあなので、えー、そういうことで僕はもうまず主人公的性のあるやつだっていうのが、まあ、ど世の中にどれぐらいいるものか知りませんが僕はそいつらに全員にまず食ってかかっていく必要があるし、えー、そいつらのそいつらの見た最初の悪人になるために、えー、僕はその分えー なんだろうなそいつら全員に対して数を打ってそいつら全員である必要はないんですけど <laughs> まあそうだよねあの最初に出会う悪人であるために、えー、やっぱり数をこなしていく必要があるということで、えー、また今日も京都で世に対して悪を働いていこうかなということで <laughs> すごいよなこの目的。 と行動の間の因果関係があまりにも弱くて何かこう誰にも <laughs> 伝わっていないような気がするし <laughs> まあ今は別にいいんですけど <laughs> やらないですし <laughs> ま,あまあまあまあでもまあねあの何かの間違いでああなるほどねとこう自らが三者であることに思い悩んでいる人たちがえこういうよくわからない話に感化されて 誰かしら、まあ、しかも主人公とか言われるような、いい人ですよ、多分。いい人に向かって、食ってかかっていくようなことがあるから。さすがに僕も責任を感じざるを得ないので、謝罪の一つでも提供しようかなというふうに思いますので、はい、よろしくお願いいたします。<laughs> 何言ってんの、最初からさ、ままあまあ、そんな感じで。はい。本日はここまでとなります。えー、っと、えい。えー、っと、ミッドナイトナブでは現在皆様からの歌い日を募集するではありませんが、コメント欄やツイッターで気になる話題がある場所について話すのはやぶさかではないので、何かしら残していただければ幸い,いです。という。 ヒーロー願望があるやつならセーフかセーフかも